中国の多くの地域で連日の大雨が降り、その影響から河川の水位が急上昇している。三峡ダムの水位はすでに 173.6 メートルに達し、仁王川上流の主流、岳、安化の湖山観測所の水位は 37.65 メートルで、警戒水位を101センチ超えた。陽湖の基準となる、水門ステーションの星湖観測所の水位は 28.2 メートルに達し、警戒水位まで、あと73センチとなっている。同、広域造江口ステーションの水位は 55.44 メートルに達し、警戒水位を 1.44 メートル、保証水位を 0.12 メートル超えた。オサム川の永州観測所の水位は 20.46 メートルで、警戒水位を46センチ超えた。仁王川上流の主流、岳、安化の湖山観測所の水位は 26.97 メートルで、警戒水位を97センチ超えた。陽湖の基準となる、水門ステーションの星湖観測所の水位は 18.31 メートルに達し、警戒水位まで、あと69センチとなっている。現地の水門、気象当局は、今後数日間にわたり、まだ強い雨が降りやすい天気が続くと見ており、川や湖の水位が、さらに上昇すると見られている。遼寧省瀋陽市中心部の大元南街のホテルで午前8時20分ごろ、爆発があり、周辺の店舗を含めた建物が損壊した。当局によると1人が死亡、33人が怪我した。ガス爆発とみられ、当局が原因を調べている。付近の住民は、大きな音とともに、白い煙が上がった。周りのたくさんの商店やビルが激しく壊れたと話している。ただ、中国メディアの欧州新聞は、市政府の緊急対応部門の話として、同日午前10時現在、死者はおらず、怪我人の数は集計中だと伝えた。中国では、住宅や店舗のガス爆発事故が頻発。中国湖北省の一部の地域では、大雨に見舞われています。瑞州市は大洪水に見舞われ、瀏覽市は洪水に見舞われ、通りのいくつかの店は2階に浸水し、電力と通信が途絶えました。長江三峡と他の何千もの中国のダムの管理は、気候変動と洪水の状況ではより困難です。湖北省気象局の情報によると、瀋陽郭と紀岡市南東部では、局地的に大雨が降った。夜、常陽市と瑞地区では、大雨が降り、短時間で雷と集中豪雨が発生しました。中国四川省成都市青白港区で震度5の地震が発生した。地震は硫酸酸断層帯で発生した。約1500万人が住む成都市内では強い揺れを感じた人が多く、中国国内報道によると、この地震による死傷者はまだ確認されていない。黄河上流にある甘粛省永清県の瀏野橋ダムでは、黄河水害防止総指揮部からの指示により、下流への放出水量を大幅に増やした。ダム水位を低いレベルに調整することで、近く到来する出水期に備えて、ダムの貯水量に一層余裕を持たせ、より確実に、黄河流域が無事出水期を乗り越えられるよう対策が、取られている。